お疲れ様んさ、チャカポコです。今日のテーマは日本の歴史シリーズ愛国者列伝第7弾。今日もお札になったあの人です。伊藤博文、どうぞ。伊藤博文というのはね、初代内閣総理大臣ですね。で、現在の内閣総理大臣は岸田文雄ということで、まあ、それまで、ずっとですね、何人ぐらいいるんですかね、約70人ぐらいいると思いますね。で、一番多く内閣総理大臣やったのは確か吉田茂の5回で、4回というのが確か安倍首相ですよね。安倍晋三首相と、それと伊藤博文ということ で、在任期間もですね、伊藤博文かなり長い、7年以上やってるということですね。で、まあ、歴代総理大臣、いろいろいるわけですけど、誰が一番日本のためによく働いた総理大臣かと問われればですね、まあ、いろんな意見があると思うんですけど、伊藤博文をね、まあ、ベスト5には入るでしょうね。かなり日本のために働いた政治家と言えるんじゃないでしょうかね。近代国家にとってね、まあ、なくてはならないものっていうのはね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、その中で憲法というのがね、すごく重要なんですよね。で、伊藤はですね、ヨーロッパに憲法を学びに行きます。で、まあ、一流の当時ね、ドイツ、オーストリアあたりで、まあ、一流の憲法学者について、ヨーロッパの憲法を学んで日本に帰ってきます。で、ヨーロッパからですね、帰国後、伊藤はですね、横浜のですね、現在の横須賀になると思うんですけど、自分の別荘でですね、井上小足、伊藤美代子、金子健太郎、それからですね、明治政府の法律顧問であったドイツ人のロエスレルというのと泊まり込みでですね、仕上げたのが明治憲法ですね。1889年、これは明治22年にあたりますが、2月の11日、東京はですね、憲法発布の祝典で沸き返りました。2月11日っていうのはね、日本にとって非常に重要な日なんですよね。だからこの日にしてるんですけど、まあ今でいう建国記念日ですよ、2月11日、昔は紀元節って言ってたんですね。何の日かというと、初代の天皇である神武天皇が即位した日なんですよ、2月11日で、これは実は旧暦の1月1日なんですね。だから覚え方としては、2月11日が旧暦の1月1日です。そっから日本の歴史は始まってるわけで、覚えやすいですよね。建国記念日が旧暦の正月なんですよ。今でも中国や韓国は旧暦の正月祝ってますよね。日本はもうね、こういう新しいニューカレンダーになってますけども、まあ、そういうこと。2月の11日は非常に重要な日で、明治憲法を発布した日もこの日を選んでいるわけです。でですね、
実はこの明治憲法というのの内容はですね、発布の日まで国民の間にはですね秘密にされていました。憲法の制定過程を国民に知らせなかったんですね。このことをもって伊藤のことを独裁者だという評論家というか学者の方もいらっしゃいますが、しかしそれはね少し違うんじゃないかと思いますね。新しく生まれた明治国家、明治という時代はですね、全ての建設をですね急ピッチで行わなければならなかったんですよね。伊藤博文というのは、この日本の歴史シリーズの1回目でやった吉田松陰の弟子です。で、吉田松陰からね終戦の際ありと言われてた人物なんですね。これは伊藤の長所を言ってるわけですけど、まあ、今日の言葉で今日の言葉で言うと、人間関係が非常にうまいと、人間関係が非常に巧みだと、こういう意味みたいですね。まあ統率力があってリーダーシップがあるみたいな感じですかね。吉田松陰を褒めてたみたいですね。で、まあ、この時代においてですね、明治憲法というのは、まあ、立法、行政、司法の三権分立が明示されている点において、まあ、世界の大勢からですねそれほど遅れたものではありませんでした。自由民権派の中にはですね、明治憲法がモデルとしたプロシア憲法はね、イギリス憲法などに比べて国民の政治参加が少なすぎるという不満を漏らす人もいたようです。しかしね、プロシア憲法というのはね、ナポレオン憲法に基づいて作られてるんですよ。そういう意味では明治の立憲政治というのはフランス革命の成果を、まあ、間接的にではありますが取り入れたものと言えるんじゃないかと思います。明治維新で活躍した政治家はね、まあ多くの方が暗殺されてますよ。第一世代の坂本龍馬、これは幕府が滅亡するのを見ることなくこの世を去りました。で、後を引き継いだ江藤新平、大久保利通、これらは明治国家の土台を作ったわけなんですけども、土台を作ったんですね。で、それをですね伊藤博文が明治憲法という形で仕上げたんですよ、だから、まあ、明治維新というのはね、この3つの世代がなんていうのかな、ホップステップジャンプ三段跳びのようにして完成したということが言えるんじゃないかと思いますね。今日は旧千円札に、肖像画が載っている伊藤博文についてお話しいたしました。それじゃあ、いってらっしゃい。